ンワン。いただきます。急に認識しないやん。ねえ、俺の声でかいってさ。え？何ファイヤ？え？俺の声めっちゃでかい。ファイヤくん何？下げて。それは難しい質問だな。ファイヤーの声はみんな聞きたいと思ってんだからな。みんなそうだよな。俺も聞きたい。いただきます。これで人の悪口言う。おしない。でアンチコメントが来たら急に、って言うから。これアリケンさんの顔分かってなかったら見る目変わるな。え、顔バレしたらやばそう。え、それ以外何があるん？みんなこんばんは。どうもアリケンです。あれ。犬気に入ったの？アリケンさん。ああ、これでもいいからと思うな。あれ誰？全然気に入ってないよ。どうもアメリカンボーイです。いただきます。怖い、なんかそれ。その帽子の名前さ、ティーパーティーって名前なんじゃある。ほんまや。帽子がティーパーティー。なんかモグモグしてるって、ラーメンうまい。すげえ、顔どこ行ったこいつ。ああ。いやー、ほんとに。40回目の出荷を乗り越えたな、今年も。もう見てみ、頭見て、脳みそむき出し。ああ、この前に垂れてるやつも、正直何なのかわかんない。おもろいな。はい、皆さんどうもこんばんは。やだ、リチャードです。誰が得するのそれ。どうも。もうこれから顔出しはもう僕は全部もうこれでいきたいと思います。はい、自分の顔なんて出しても意味ないんで、これをね、みんなこれ見る、これやるとほら俺が出てくるから。ああいえ、お顔バレだぜ、畜生。今日見た夢がすごくてさ、ちょっと俺の夢日記していい、ここでいい。あのブーンって運転してて、なんかシャンサス、シャンシャス、シャンサス。やっぱね、女の子って自分が一番漏れる角度知ってるからね。だからいろんな角度で写真撮ってる子が最強って教えとくわ。もう10ミリの配信とか見たことある。もうこうなってるよ、もう。はい、10ミリの配信の真似します。何？もう今、あの、カードゲームやってんだから何？何？何？違う、あの、カメラ置く台がないの。いや、マジ見に行ってみ、みんな。顔出ししてるときもこんな感じになってるから、ほんとに。いや、ほんとだって、マジでそうだろ。ほんと、首が痛くなるわ、あいつの。あの、首痛いですって、みんなでコメントしよう。7月29日ってこと？お前、それ俺の YouTube の番が解ける日やん。このまま、YouTube のあれがなかった時ね、正式なバンの手続きを踏んだら7月29だから。なんでバンになったの？いやー、それがね、配信中にを映してしまって、自分の配信中に自分のを映してしまったらコミュニティガイドラインに違反してバンされました。クソラグ、何、誰ですか？誰ですか？この頭のおかしいアップデートを入れたバカは。見ました？今の。あ、来てるなと思って先手取りました。ショットガン一発バーン。 HP は相手150かな、100。ちょっと見てみようか、リプレイ。なんで、え、俺やば、すごくなかった？俺降りた瞬間さ、え、マジで意味わかんないんだけど、もう、建築？おい、フォートライトしろよ！わかるぞ。一発確実に当てれる。はい、ボン。はぁ！おもんな、このゲーム、マジで。しょうがない。しょうがない。この人は悪くない。この人は悪くない。誰が勝てるん？あんなもん。
な、教えてくれ。もう俺の反射神経を超える溶け方なのよ。わかる？反射神経でやべって思ってやらないよ。もうあのあ、こう言葉が出る前に死ぬ感じ。無理だ。もう違うんよ。いや、いいんよ別にパッドのエイムがねいいってのはわかるんだけどさ、そのしょうもないって思うところが多すぎるんよな。やっぱりもう今のなんてスーパーしょうもなポイントでしょ。おめえ10分かかって必死こいてよ、あそこまで生き残ってんのによ、しょうもなってなるわ。そりゃそりゃ韓国の人たちがやめていきますわい。違う、もうゲーム性は素晴らしい、面白いよゲームは。でもさ違うんだよ、ちゃうのちゃうの、ちゃいまんねんちゃいまんねん。パッドを使ってる人は悪くないの、誰も悪くないの。もう全然使っていいと思うよ俺は。だってあるんだもん、あるもんは使うだろ普通。バランスってのがよ世の中にありましてね、このゲームはやっぱさ建築したりさこういうゲームじゃんやっぱり。だからそのいいバランスをねもっと見つけてほしいと思う俺は。あんな削られ方したらそりゃ文句が出るわ。何あんな削られ方して文句言ったら炎上って、何それ。プレイしてる人たち同士で争ってる人はもう今すぐやめて、意味ないからこんなことしても。もうバランスにしたね運営が。まあそりゃねエピックが悪いとか言いたくないよ、言いたくないけどさ、あまりにもさ、あまりにもやん、もうみんな言っとるやん、忍者でさえ言ったやん、もう奇跡投じたやん。そろそろさ、さすがにって感じはしてると思いますよ僕は。もう文句言うか、もう本当にクソみたいな、さっさと調整しろバカだね。そう今までがそうやったのにもういらんものを生み出してくれよって、ほんまに争いが絶えないです。そのせいで毎日毎日もう絶対持たれ、もうサバシンガーの方がよ絶対。俺もう違う、これから絶対もう一生白ポップ持ちません、もう触れたくもないわ気持ち悪い。